プラズマの指揮を取り始め、そのくらいかな。他にもあるぜ。何を？俺が店を始めたこと。へえ、何のお店をやってるんだい？おしゃれなレストランだよ。何がおしゃれよ。白いご飯と塩しか出てこない定食屋じゃない。それは定食屋ですらないと思う。この前はたまたまだよ。たまたま。たまたまね。繁盛しているのかい？ぼちぼちってとこかな。私が手伝いに行く週末だけはぼちぼちよね。いちいち水を差すなよ。なるほどね。とりあえず君たちがあれからも仲良くやっているみたいでよかったよ。別に仲良くってわけじゃ。さあそろそろ休もう。明け方まで少しは落ち着けるはずだ。幸せ。へえ、いいところじゃないか。あれ、サーリも来たの？お邪魔だったかな。でも私たち緊張感ないなって。この町にいるのはシャールに怯えるあまり崇めるふりを続けている人間ばかりさ。大聖堂に近づかなければ大丈夫だよ。本当に今だけはそう願うわ。デルタとは何か話したの？どうして？あんたは余計なことを言いそうな気がするから。僕は必要なことしか言わないし聞かないよ。あっそ。君の任務は順調みたいだね。お店を手伝うふりをして彼を監視してるなんてやるじゃないか。監視なんて言い方はやめて、様子を見てるだけよ。プラズマにとっては同じことさ。牢屋に入れる代わりに君に彼を見張らせているんだから。あいつどうしちゃったのかな。最近はケロッとして、まるで昔のデルタに戻ったみたいで笑ってるの。わけわかんない。シャーリやジェノミライ教団と連絡を取っている様子は？それはないわ。少なくとも私が見てるこの半年の間にはね。まあ彼が教団の密偵だというのはありえないと思ってるけどね。じゃあどうしてあいつはフェリオンの隔壁を内側から開いたりしたの？あの時シャールの数がもう少し多かったら町は占領されてたかもしれないのよ。それはわからない。昔のことを覚えてないあいつと話してると本当にデルタなのかたまにわからなくなるわ。信じてあげなよキャス。彼は僕らの知っているデルタだ。どうしてそんなことわかるのよ。勘かな。
干せそう。体でも洗おうかな。僕はニョロキーソープがないとそんな気が起きない。懐かしい、昔よく使ったわ。可愛いわよね、あれ。可愛いだけじゃない、泡立ちだって驚異的さ。一滴の水で通常の石鹸の15倍泡立つんだから。そうそう、そうだった。うっかり湯船に落としたりすると3日間くらいお風呂使えなくなるのよね、泡だらけになって。僕はあの泡の中に飛び込むのが大好きだったよ。そう何度もやらせてもらえなかったけれど、これはあくまで好奇心だけど、この温泉にニョロキーソープをたくさん投げ込んでみたいな。それはちょっとした事件になると思うわ。そうかもしれないね。そういえばねえサリ、捕まってる間は平気？まあいろいろと辛い目にはあったよ。一番苦痛だったのは頭の中を見られた時さ。あの不快感は筆舌に尽くしがたい。そう、ごめんなさい、助けに来るのが遅くなって。心配してくれたのかい？そりゃあするわよ、姉さんだってすごく心配してた。それは悪いことをしてしまったな。それなのにあんたは案外平然としてるんだもん。なんか拍子抜けしちゃった。平然？そんなことはない。僕はあの状況下でできることをしただけだ。うまくいく確証はなかった。泣きたくなるほどの不安に襲われたことも数えきれないほどあったよ。だから本当に来てくれてありがとう。遅くなっちゃってごめんね。
動力区の高校図ずっと止まったまま。なんだよ、眠れないのか。そうじゃないけど。じゃあどうした、足が痛むか。そうじゃないってば。それじゃなんだよ。そのごめんなさい、私のせいでこんな危険な場所で。別にキャスのせいじゃねえよ。
ていうからしくないぞ。今日は謝ってばかりじゃねえか。私が気を抜いていなければこんなことにはならなかったはずだもん。もし今教団の連中に襲われたら私何もできないのよ。これで捕まったらって思うと寝てなんていられない。別に気にすんな、大丈夫だって。あいつらが来ても俺が守るよ。でもしょうがねえな。じゃキャスが眠るまで横で見張っておくから。よっこいせっと。近い。遠かったら意味ないだろ。それはそうだけど。もう寝ろ。敵が来たら嫌でも起きることになるんだ。うん、おやすみ。よっと。
それでこの子は何だい？私が聞きたいわよ。あなた名前は？プリム。プリム？これは尻尾？あなたは耳があるのね。僕のはただのファッションだ。尻尾があるってことは人間じゃないのよね。もしかしてシャール？まさかシャールが僕たちと出会っておとなしく座っているはずがないだろう。じゃあこの子は。ねえママパパ、ファーストハーモニクスしよ。ファーストハーモニクスだって？ママパパってママパパ。なるほどじゃない。プリム、パパとファーストハーモニクスしてごらん。いいの？もちろんいいよね、デルタ。はあ、何が？やっぱりね。ありがとうパパ。プリム、君はジェノムなんだね。ジェノム。そうか、デルタは忘れてしまっているかな。昔僕たちがこの移民船で飛び立つ前に共存していた交差数生命体だよ。歌魔法はね、彼らの歌を紡ぐ能力と僕たち人間の声帯が合わさって初めて効果を発揮するのさ。でもジェノムなんてもうとっくの昔に滅びているのに、どうしてこんなところに？なんなのよ、どうなってるの？ちょっとデルタ！ああ、なんだって？あんたなんでそんな疲れてるの？わかんねえ、なんか全然力が入らないんだ。絞り取られたような。 あんた私が寝てる間に何したのよ？何もしてねえよ。ここは使われなくなってから随分と時間が経っているみたいだね。奇妙な区画だね。明らかにフェリオンの周りとは違う空気が流れているよ。パパ、ママ、よろしくね。ここ、土の匂いがするよね。プリムだけ？なんていうか、ボロボロだ。ん？空気の匂いがここだけ他と違う？
っとフェルト、あんた寝癖くらい直しなさいよ。寝癖じゃねえって、俺は元からこういう髪型だ。あれそうだ。でも喧嘩してもすぐ仲直り、パパとママは仲良しだね。むしろ寝癖かどうかもわからないくらいの淡白な関係。むしろ寝癖かどうかもわからないくらい淡白な関係なんじゃない。この先には何があるのかしら。全然聞こえねえ。いや、確かに水の音がするね。このダクトからかな。どっかに繋がってんのか。あんた、見てきなさいよ。このダクトは狭すぎて俺には無理だろう。プリム、ちょっと見てきてくれないか。へー、汚れそうだからやだ。サーリちゃんに頼んでよ。いや、僕はずっと監禁されていて体力が限界だ。キャス、頼むよ。あんたたち、覚えておきなさいよ。これって…どうした？なんでもない。なんでもないって、何が見える。なんでもないったら。キャスト、どうした？大丈夫か？今そっち行く。おお、狭い。キャス、何してんの？来ちゃダメ。うわあ。くそ、最近落ちてばっかりだな。あれ？は？見ちゃダメ！パフ？デルタ？あんたたち何やってんの、こんなとこで。レイさんこそ何してんの？何って、ここは私のみそぎ場なんだから。起きるな！面白いね。やれやれ、何をやってるんだか。サーリー、無事だったのね。よっ。急に降ってこないでよ、もう。ごめんなさい。まあまあ、姉さん、僕に免じて許してやってくれないか。ま、別にいいけどさ。それよりも、おかえり、サーリー。うん、ただいま。いいのよ、そんなこと。それからキャスト・デルタもご苦労様。サーリの行方を突き止めるだけじゃなくて連れ帰るなんてやるじゃない。たまたまうまくいっただけよ。それでも大したもんだって。そんなこと。ところでそっちの子は誰？この子はプリム。ここに来る途中、キャスト・デルタが産んだ天然の人型だ。やるわり。変な誤解はやめて。そんなに怒ることないだろう。怒るわよ。なんで私があいつと。ああ、わかったわかった。ところで、あんたたちどうしてあんなとこから落ちてきたのよ。
水の音が聞こえたからダクトを覗いてみたらレイさんがいたのよ。教団の連中から逃げているうちに道に迷ってね、気がついたらここの真上に来ていたみたいだ。なるほどね。まあ話はたくさんあるんだけど、とりあえずフィリオンに戻らないか。そうしたいわ。服もびしょびしょだし。そういえばあんたたちもう禊はやってる？まあ一応。何？もうやってるの？あんたたち案外ノリノリなのね。そんなんじゃないから。ただ単にもっと強くならないとみんなに迷惑かかっちゃうと思って。いいっていいって、そんな隠さなくても。それなら今後はこのみそぎ場使っていいわよ。私専用だけどそんな頻繁に来ないしね。ありがとう姉さん。天道鬼様。まったく、いつもは静かなみそぎ場なのに今日はどうしてこう。控えろ、ここには近づくなと言ってあるはずだ。申し訳ありません。ですが急ぎお伝えしなくてはいけないことが。話してみろ。それがフェリオンに敵機械兵器が再進行しているのです。隔壁に取り憑かれるのも時間の問題かと。何ですって？ザーリー、多分攻めてきてる機械兵器って私があんたに話したやつだわ。僕も気になっていたんだ。館内の壁を壊すほどの兵器なんてそう簡単には作れない。つまり彼らの操る兵器は元からこの館内にあったものである可能性が高い。そしてもし僕の予想が当たってるなら止める方法はあると思う。本当か？今はユウちゃんに話してる暇はないわ。デルタとキャスは隔壁の防衛に、サーリは私と一緒にプラズマ本部へ来て。分かったわ。ああ、ちょっとプリムはどうすればいいの？プリム、俺と一緒に来い。離れるなよ。これキノコなだ。使い。さあ始めるわよ。ここは任せて。よし、連続攻撃だ。いい調子で続けるわよ。さあこれ。いいよ。よし、連続攻撃のチャンス。このまま続けていくわよ。さあこれ。この調子。よし、連続攻撃のチャンス。一気に決めちゃえ。ほらほら、行くわよ。このまま続けていくわよ。ここだ。よし、ナイス。ほらほら、行くわよ。一気に決めちゃえ。また出てきたわ。準備して。このまま続けていくわよ。どんどんかかってください。よし、連続攻撃。一気に決めちゃえ。どんどんかかってください。よし、連続攻撃。よし、その調子。このまま続けていくわよ。見せてあげる、全力全開よ。まあこんなものね。ねえデルタ、もうかなり歩いてるけど休まなくても平気？あ、ああ俺は大丈夫だぜ。今の戦闘、お前の歌魔法すごかったな。ありがとう。私も今回大成功。
ここは任せてるわ。はっ、クライダー、そのもう一丁、いいよ、ゴダンましょ。はっ、しっかり守ってね。you
とにかくまずはキャスト・サーリを探さないと。うん、うわ、怖そうなおっさん。でも他に誰もいないし。聞く、すいません、キャスってことサーリって子を知りませんか？ん？なんだ？突然話しかけんじゃねえよ、チキシャブラボメ。え？ああ、悪い。人に話しかけてくれたまともな神経じゃねえよ、こりゃ。奴らの手先なんじゃねえか？手先？ちょっと意味がわからないんだけど。ああ、怖え怖え。家帰ったら塩まかねえと。ああ、待ってくれ。冷たい感じだな。もしかしてこの街はみんなこんな感じなのか？やっほー、見かけない顔だね。まあそうとも言えるけど。ようこそおいでませ、眠らぬ街ニューロックシティへ。歓迎どうも。見てたよさっきの。ひどいよね、あんな言い方しなくたっていいよね。なんだこいつ、うさんくさいな。それもこれもあの友達禁止法のせいだよね。わかるよ。わー、友達禁止法？なんだそりゃ。おっと、君法も否定するはん。いいね、我が社にとっては強力な戦力になりそう。よし、君を我が社にスカウトするよ。じゃ早速契約するから行こっか。ちょっと待ってって、俺には用事があるんだよ。いいからいいから、君だったら一番になれるよ。トップ取りたくないの？取りたいけどいいや、俺今人探し中だしな。もうじれったい、早く来ないと奴らが来ちゃうでしょ。や、奴ら？こうなったらこいつを洗脳するしか。ちょ、洗脳？お前一体何者なんだ？何者かと聞かれたら答えるしかないわね。愛のない世界、そんなものクソくらい。この世に愛を広める伝道師プリティベリーとは私のことよ。なんだお前。なんだって、今名乗ったじゃん。さあ正体を見たからには私に従ってもらうわよ。一体何をする気だ。もちろんあんたに愛を。待つんだジョー。善良な市民を勝手に連れて行かれたら困るにゃ。お前のことは私たちが包囲したのに。今度は何だ？その気の抜けた声は。キラッと輝く多次元戦士ゲンノリー。ちょっぴり積んでる情熱のウリジョー。そして夢と希望の戦士ニュロキー。我ら理性と秩序の戦士ニュロキラーゼーッ。あなたもこれでブロークンハートにね。ブロークンハートって、やっぱり出てきたな、この羊もどき。羊もどきじゃない、ニュロキーは夢と希望を与えるためにニュロキー星からやってきた王子。そういう説明はいいのよニュロキー。愛の伝道師ネイ、お前には消えてもらうにゃ。くっそー、もう一歩だったのに。いつもながら本当に懲りない奴らじゃ。毎回やられるのにノリ。うるさい。今日こそはその羊の皮を剥ぎ取って愛なくしては生きていけないようにしてやる。私が行くのに。待って、あんたいつも先に突撃して。先手必勝だのに。
ノリで何でも乗り切るノリ。ノリだけじゃ無理よ。引き裂けレッドラインセブンディメンション。そんな攻撃へでもないわ。くらえ。うにゃ。もう言わんこっちゃない。悪い方かしら。くっ、うるさいやつね。愛なんて必要ないのよ。君、下がっていろにゃ。俺のことか。そう、決まってるじゃない。戦いに巻き込まれても構わないか。それでは、僕たちが現れた意味がなくなるにゃ。つまり、私たちがあんたを愛から守ってやるってこと。その必要はない。なんですって。愛は大切じゃねえか。そりゃこいつのやり方は悪かったけど、間違ったことは言っちゃいない。そうかね。そういうことなら分かったじゃん。分かってくれるのか。お前もすでに敵だということにゃ。え、あいつ今目が光んなかったか。言ったわ。あたしの味方になるってことね。そういうわけでもねえんだけど。もう話は終わりだ。二人まとめて消してやるにゃ。はあ、覚悟しなさいじゃ。なんでそうなるんだ。うるさい、くらえ。ユロキー絶アメージングキック。うわあ、俺無事なのか。え、攻撃って俺にじゃなかったのか。 おい大丈夫か。なんかの伝道師ねえ。愛の伝道師だ。どうして正義の味方が市民を簡単に攻撃するわけないじゃん。愛の伝道師を攻撃するために使わせてもらったにゃ。使った。でもこの男は愛は大切だって言ったのよ。洗脳されかかっている状態では仕方ない。まあこれで目も覚めたにゃ。全部私をはめるための芝居だったっていうの。そういうことになるにゃ。いや、あの目はマジだったぞ。ほら、やっぱりあの目。これで勝ったと思うなよ。私を倒したって愛を伝える奴らはたくさんいるんだから。何度来ても同じことよ。愛なんて必要ないんだにゃ。そう、これでまた一つ脅威が去ったじゃ。よくわからないが助かったみたいだな。礼なんていらないにゃ。あんたも気をつけることね。で、あ、どうして俺のことを。しまった。もう私行くじゃ。なあ、おい待ってくれ。まったく、ウリジャはニューロキラー Z の自覚が足りないにゃ。お前らは一体。これでわかったかにゃ。君も情に流されずに生きることだにゃ。おい、ちょっと待ってくれ。行っちまった。今のは何だったんだ。しょっぱなからヘビーだな、こりゃ。戸惑ってるようですね。なあ、愛がどうの言ってたけど。それはこの世界を自分で見て知ることです。わかってるけど、変わってる世界もあるんだな。もちろんですよ。ここは精神世界、
君の常識は一切通用しませんから。ま、君も分かっていると思うけど、サーリはかなり複雑で奇妙ですよ。もう子供じゃないんだから。そんな照れない照れない、ちょっと座るだけなんだから。よっと、ふっふっ。
縛ってスパッと切断、そーっと隠して仕上げをしたら、はい、できた。召し上がれ。これもって